必死とは、将棋における手筋の一つ。先手の玉章に必死がかかっている状態とは、先手が次の番で、王手以外の何を指したとしても、その直後に後手が正確に指せば、先手が詰まされる状態のこと。英語では、必死はブリンクメイト、詰めろはスレッドメイトと訳される。詰めろや必死、ゼットは、終盤戦の重要な概念とされる。必死をかけられた側は、 相手の玉を積ませない限り、負けとなるので、即詰みを決めに行くか、その場で投了するかのどちらかを選択する。ただし例外として、相手玉に王手をかけつつ同時に地玉を安全にして、必死を解除できる手が成立する場合がある。このような局面を、部分的な必死ということがある。以下は、後手の哲手いとして説明する。随一は、次に身に緊張。 または3に緊張の詰めろになっている。対して5手はこれら2種類の手を同時に受ける手を指すことが最低限必要だが、下の検討手順により5手はいかなる手を指しても罪から逃れることができない。つまりこの状態は必死である。随一の局面では1、16桂ツラ、36カツラ、18金などといった大手もかけることはできるが、すぐ取られてしまうし、そこから さらに大手をかけ続けても明らかに詰まないので事実上後手の負けが確定している。図には後手玉の周辺は図地と同じであるもののこれは部分的な必死である。この場合は後手が6七角と打つと大手となるため先手は攻めることができず三球玉と大手を受けたところで二三角なりとして用となる金を除去することができる。図三は 両者の持ち駒の関係により後手は連続大手をかけつつ必勝解除する手順がないことから事実上の必死である。図4は玉の両側を金で挟んだ形である。後手は4に緊張と6に緊張という左右からの攻撃を一手で受ける手段がない。図5は腹銀と呼ばれる手の有名な形である。2、3銀なりと3、1、1、2玉に1。 銀不なりの二通りの罪を見ており、後手は一二項としても三一場一一玉に一、銀なり、一三項としても三一場一一玉に一馬と、やはり積まされ、結局罪を逃れる方法はない。玉の隣にある銀は、玉の上下に危機があるため防ぎに,にくく、玉の腹から銀を打てという格言も存在する。必死問題は、詰め将棋に似ているが、攻め方の哲害では、 大手か詰めろをかけることが要求され、最終的に必死をかけられれば正解である。ただし普通は、その局面が確かに必死であるのを確認することまで求められる。上達法として詰将棋に勝ると言われることも多いが、作成が大変なため、詰将棋に比べると圧倒的に問題数が少なく、確立した文化と呼べる状態ではない。 必死問題の手数も五手必死までのものが多く、7手必死以上の問題は少ない。実践の用語でも、時として、手必死があるのように言うことがあるが、その場合も実際に用いられる語としては、せいぜい五手必死程度までであり、それ以上は、実践では口述の、より筋、一手一手などと呼ぶ場合が多い。詰め将棋にはなく、必死問題に品質する種類の手がある。例えば、 あるマス目への自分の駒の危機を増やす、あるいは相手の駒の危機を減らす手である。一手必死とは、攻め方が一種子して、必死を完成させる問題。三手必死とは、三手後に、必死を完成させる、問題、等となる。一手必死の難易度は、詰将棋七手詰め前後と言われる。図録は三手必死の例である。 桂馬を動かすと二二玉から上部に逃亡されるので、これを動かさずに四一ひなりと金を取りながら、大手をかけるのが正解である。同玉に対して二二桂なりとすれば、上で解説した、両側を金で挟む必死となる。初手は大手でなくても良いので、五二とという手も考えられる。これは四一ひなりと四二とという二通りの詰みがある。詰めろであるが、五一銀銅と同金で失敗となる。 必死に似たような状態で、次に何も受けの手をしなければ、罪になる状態を詰めろまたは一手好きという。詰めろの語源は、次にあなたの玉章を詰めるから、その前にこちらの玉章を詰めてみろとされる。必死は詰めろの一種で、詰めろより強い状態であると言える。表記、故障としては、今日では、必死、詰めろ、一手好きが、必死、詰めよ、一手好きよりも、 圧倒的に多い。昭和20年頃は、詰めろ、詰めよの語自体が、広く用いられていたわけではないようである。詰めろを解消すると同時に、相手に詰めをかける手は、詰めろ、逃れの詰めろと呼ばれる。詰めろをかけつつ、敵駒の位置するマスに字駒を利かせる手は、詰めろ取りと呼ばれ、詰めろ飛車取り、詰めろ墨取りなどのように、丸の部分には当たりになっている駒が入る。 そのような手を刺された側からすれば、敵玉に即詰みがなければ詰めろに対して対応する必要があるので、狙われている駒は取られることが多い。攻める側が次に行って刺せば必死、または詰めろになる状態を、に手すきという。また、相手が何もしないと仮定して、N 手で敵玉を即詰みの筋に入れられる状態、つまり N-1 手の大手以外の手で詰めろがかかる状態を、 N 手すきという。ただし実践的には3手すき以上はあまり用いられない、用語である。即積みはいわば0手すきである。理論上、将棋の平手の初期局面は7手すきである。5手が何もしないと仮定すれば、2六歩に5歩に4歩に3歩正に 2, 2と3一との6手で詰めろがかかり、4一と、であと、出玉が即積みの筋に入るからである。 以下同玉は二一ひなり五二玉三二竜五一玉四一金まで七手詰め五二玉は二二ひなり四一玉に一竜以下同様に九手詰め六二玉は二二ひなり五二金同流同玉五一金六二玉5に金長七二玉六一銀まで十一手詰めとなるまた極端な例では相手に玉以外の駒をすべて取られていてかつ相手が何もしないと仮定して自玉が 敵駒の利きに入ることなしに地玉で取れる駒が一つも存在しない場合は相手が何もしないという過程の下では童話がいても敵駒を詰めろの状態にすることができないので強いて言えば便宜的に手すきとみなせる。より実践的な例では裸駒の紙手から見た初期局面がこれに当たる。ゼトリクス。相手に持ち駒が何枚あっても地玉が即詰みとなる手順が 存在しない状態。絶対に積まないの略が語源とされる。地玉が Z の状態ならば、相手玉に必死をかけたその時点で勝ちが確定する。相手に特定の駒を渡さなければ、Z の状態のことを Z と呼ぶ場合もある。例えば、相手に角か銀を渡さなければ、Z の状態であることを銀角 Z と呼ぶなど。米長国以来の現代将棋では、 自玉を Z の状態にした上で、相手玉を攻めまくるのが、終盤の基本パターンとされている。必死問題のように、どう受けても大手、または、詰めろの連続で、最終的に必死に至る状態を寄り筋、または一手一手と呼ぶ。一手一手は、一手受けても一手攻められるの意味から、来ている。またそれに該当するような、詰めろを、ほぼ必死、必死級の詰めろなどということもある。 自玉が詰めろで受けても一手一手の状態になった場合も必死と同様に相手の玉を詰ませない限り負けとなるので基本的には即詰みを決めに行くかその場で投了するかのどちらかとなる特にプロや甘高談者などの対局では敵玉が詰まない状態の場合自玉に大手がかかっているが即詰みでない状態または 地玉に詰めろがかかっているが完全必死でない状態であっても地玉が寄り筋であるために負けが確定していることを読み切った場合に投了することも多い。受けなしの語もそれに類似した意味で終盤で玉について言う場合は競技には必死のことを指すが抗議には受けても一手一手で寄せられて受け切れず最終的に必死に至る形も含めて言う。 ただ、受けなしの子は終盤のみならず中盤で球を直接、攻めるような攻めでなくても用いられ、例えばある筋の突破が受からない場合、筋は受けなしのように言う。局面の一部だけに着目して、部分的に受けなしという表現もよく用いられる。コンピュータ将棋の評価値の表現では、即詰みや必死等の理由で事実上勝敗が、決している場合には、絶対値は、か。 表現できる最大値で表現されるほか、ソフトによっては、名と XX という形式で表されるが、即積みを 9999, 99必死を3111とするなど、評価値で即積みと必死を区別している例もある。必死、詰めろ、にてスキ等に相当する状態は、チェスやシャンチー、チャンギ等の類似のゲームにおいても発生する。シャンチーにおける必死は、 絶殺詰めろは、模様視察と表現される。連続した大手を刺すことで相手玉を罪に持ち込める、形松下力、松下八段将棋教室、株式会社文化移堂、1970年10月20日、28ページ。絶対に自陣が積まない形のローマ字読みの、頭文字から呼ばれる。AB 例えば将棋世界2009年3月号、月下遂行。 谷川工事長、ありがとうございます。